やさすアテナイの皆さん、草川クラテスです。今日も一つテーマを決めてお話し進めていこうと思うんですが、今日のテーマは二重貯蔵モデルです。でこれアトキンソンとシフリンという2人の研究者が提唱した、まあ、モデルなんですけども、人の記憶は短期記憶と長期記憶の2種類とか2層でできているというモデルなんですね。で短期記憶ってよくお聞きになる用語だと思うんですけども、一旦入ってきた情報をこう仮置きというかひとまず留めておく場所なんですね。でこれ容量が限られています。あんまり一度にたくさんのことを仮置きできないですね。あと時間も期間も制限がありまして、すぐ消えてしまうものもあれば、どんなに長くても48時間しか持たないんですね。なのでそれまでにこれを長期記憶に転送しないといけません。転送っていうのはこう復習したりとか繰り返したりとかしてこう、まあ、意識づけをするわけなんですね。で長期記憶にひとたび転送されますと、はい、これはもう容量は無限だと言われています。人は無限に新しい記憶を増やしていけると言われていますし、あとは期間ですね、期間も物理的にその人が脳が存在する限りは残るというふうに言われています。はい、でこの2層のモデルなんですけども、まあ、最近はちょっと違う捉え方もされてまして、この短期記憶とは似たもので、はい、ワーキングメモリーっていう概念がよく言われまして、これはこう動いている形、動的な形として記憶を捉えるもので、こう入ってきた情報を、まあ、ひとまず置いたり片付けたりまた出したりっていう風に、そういう風にして私たち作業を進めていると。だからこれ例えばコンピューターのデスクトップスクリーンなんかでファイルだったりソフトウェアなんかを出したり片付けたり動かしたりして私たち作業しますよね。そんな感じで記憶を処理していると、そういう捉え方もあります。はい、でこの辺の記憶のメカニズムの話なんですけども、専門書どんなものを読むよりも一本映画を見れば分かりやすいっていうのがありますので、それをご紹介してみますね。でこれがピクサーのインサイドヘッドっていうアニメーションなんですけども、まさにその主人公の女の子の頭の中ですね、インサイドヘッドで起こる物語です。で感情を司るキャラクターたちが操縦室みたいなところにいて話を展開させるんですが、その女の子が何か一つ経験をします、体験をします。そうしたら水晶玉みたいなものがその脳の中でポコッと出てくるんですね。でタブレット端末みたいに早送りもできるし一時停止もできる。でそれが1日にもうたくさん何百も水晶玉みたいなものがこう溜まっていくんですね。である時女の子が今日はお休みということで寝ます。そうすると道がシューッとできて、その水晶玉が倉庫のある部屋みたいなところにシューッと送られるんです。これが転送です。短期記憶から長期記憶への転送です。で行った先でこうなんか整理係みたいな人が、これはこの棚とか、これはこの記憶の隣とか、これはいらないとかいう風に整理整頓してるんですね。はい、でこれこの映画って実はその最新のその記憶のメカニズムなんかの知見を全て反映させてできてる映画なんですね。だから記憶の墓場みたいなゴミ捨て場みたいなものも出てきて、もう本人が遠くに忘れてる昔の記憶がそこでくすんでいたりとか、あとはこう話の後半ってその記憶の世界をどんどん探検していくんですが、間違ってこう抽象概念の世界に迷い込んじゃったみたいなそういうシーンがあったりとかして、もうこれ映画2時間見ていただいたらもう子供でも分かります。どんな専門書を読むよりも記憶のメカニズムがバシッと分かるというものですので、ぜひご覧いただければと思います。ちょっとすいません、後半映画紹介みたいになりましたが、もともとは二重貯蔵モデルのご紹介でした。はい、このような形で次回以降も、はい、言語教育のお話ししていこうと思いますので、チャンネル登録であったりとか、あと高評価もぜひぜひお願いします。では今日もご視聴いただきありがとうございました。このぐらいで失礼します。アディオ。